ご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。今日はフットボールファン待望のエキシビションマッチ、ガンバ大阪対清水エスパルス。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。そうですか。サイドを紹介します。向かって右側がエスパルス、左側がガンバ。縦に大きく出します。ここは大黒、左へ出して下げて、ここは伊藤、回して北島、渡辺、うまく食い止めます。前に送る、前へ送る。中西さん、両チームともまだ攻撃控えめなように見えます。ちょっとまだお互い探り合ってる感じですね。硬い守り、スローインへと変わります。スローインするのは二川、ここから遠藤、狙って、これはゴールキーパーよくキャッチしました。これもクリアされます。最終ライン集中してますね。そこから久保山、そして右から太田、右から攻めます。絶好の位置でスローインを得ました。0対0、点差はありません。さあ先制点のチャンスになるか。先制のチャンス、グランダーのクロス、さあ狙っていった、キーパーを防いでいる。いいプレーですね。キーパーナイスプレーでここはしのぎます。真ん中へ入れた、よく守ります。もう一度頭で、素晴らしい集中力、タッチに逃れました。真ん中へボールが入ってくる、鉄壁の守りを見せます。またスローインになりました。前半30分を回ろうというところ、主審の笛が鳴りました。そして大黒、前に出した、左へ回して、右サイドを使います。スクエアにボールを運びます。ガンバボールを回します。左サイドへ、よく守っています。タッチラインに逃れました。ボールを入れるのは遠藤、彼のロングスローには気をつけた方がいいかもしれません。さあ長いスローイン、プレーが切れます。ゴールキックです。
前方へ。そしてここはエルナンジーニ、逃げます。ボールは後方へ。前半終了のホイッスルです。それでは中西さんに伺います。前半戦振り返っていかがでしたか。得点は多くなかったんですが、ここの局面は非常に見応えありました。そして前半戦のスタッツをもとに振り返ってまいります。ガンバチーム全体の動きについて中西さんはどのような印象をお持ちですか。外も中も使えていると思うんで、あとはそれらを効果的に交えていくことが大切ですね。はい、ありがとうございます。前半を終えて0対0、両チーム無得点で折り返しています。それでは引き続き前半戦のハイライトをご覧ください。後半戦が今始まりました。どちらが先に均衡を破ってくれるんでしょうか。下げて縦へのパス、左へ繋いで杉山、ここは鶴、回して和田、今度は左から上がっていった。あっと上です。ファウルありました。大黒主審から注意を受けています。フリーキックになります。素晴らしいディフェンスだ。右に振ってきた。大きく縦へ出します。長いボール、左サイドから上がる。時計は後半の15分を過ぎました。前へ、左へ回す、縦に出す、右へ回して、ここから太田。後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん。はい、ワンチャンスで勝負が決まりそうですね。そこから太田、エスパルス、右から上がっていった。ゴール前入れてきた。遠目から放った。これは PK か。これはエリアの外でした。絶好の場所でのフリーキック、いいポジションです。ここで先制しておきたいでしょう。そうですね、いいディフェンスです。そして太田、右サイドから攻めていきます。これは読まれた。中西さん、ちょっと試合が膠着してきたように見えるんですが、お互いちょっと守りに入ってますよね。見てる方にすればもうちょっと攻めてほしい気もしますね。そしてここは大黒、大きく横へ運んでいきます。プッシングの反則を取られたようですね。さあチャンスになります。先制のチャンスですよね。場所も悪くないです。狙った。しかしこれはゴールキーパーがキャッチ。ロスタイムに入りました。しかし依然両者無得点のまま、右サイドを使ってきた。ここで試合終了です。0対0。非常に残念ではありますが、0対0の引き分けで試合を終えました。中西さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、お互いちょっと攻めきれなかったですね。しかしそれで実力が均衡していたってことじゃないですかね。そうですね。ご覧いただきました試合は0対0、両チーム引き分けで試合を終えています。さあ放送時間がなくなってまいりました。今日の解説は中西哲夫さんでした。中西さん、どうもありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらお別れとなります。皆さん、また次回お会いしましょう。